まあ、できなくてそれを優勝した選手だったんで、まあ、やってみたいっていう気持ちはやっぱありましたよね。猛威を振るう澤旋風に待ったをかけるべく立ち上がった魂の伝承者尾形健一。 S カップ優勝に続きワンマッチで後藤隆二をも破った澤はシュートボクシング完全制覇を狙う。睨み合う2人のファイター、生き残るのはどっちだ。
Thank you.
ブリー大村50対42、赤コーナーアンディ、ジャッジ茂木50対42、赤コーナーアンディ、ジャッジ尾形、ジャッジ佐野島50対42、赤コーナーアンディ、以上3対0を持ちまして、赤コーナーリング落ちるアンディ・サワー選手の判定勝ちでございます。